自分と向き合おうです。Next up is Derek Furstenberg. The title of his speech is Take a Good Hard Look in the Mirror. に興味を持っていますというと、さまざまな人からその興味の企画について聞かれます。でも私はこの質問に対してあまりうまく答えることができません。答えが実に複雑ですし、聞いている人も長い説明を期待していません。私の日本に留学した経験について話せばそれが答えになりそうですが、質問に対する答えよりもっと大切なことを伝えられるのではないかと思っています。ある人たちにとっては、他国に行こうとする理由は現在の生活に満足していないからでしょう。例えば、他国の文化が面白そうだとか、自分に合っていると思っていて、ただ経験してみたい人もいるでしょう。また単に、中国で同じような文化が存在していないことが不満に持っている人たちもいます。一方で、環境を変えれば自分の問題から逃げられるように思っている人たちもいます。この2つ理由がある中で、大抵の人は留学の申請書に1つ目のような回答を記入しますが、私は2つ目についての本音を話したいと思います。留学する前、私は社会に適応することはあまりうまくできませんでした。その場の雰囲気や他の人たちの気持ちに気がつくことができなかったからです。親が周りの人たちがとても傲慢だと思っているため、私も社会を責めるようになりました。しばらくして親の考え方が間違っているのではないかと気になり、それを確かめるために留学に興味を持つようになりました。自分の問題から逃げるわけではなくて、現実を直視できるようになりたかったからです。他国に行きたがっている人たちの中には、到着してからわけもなく社会適応の問題が魔法のように治ると思い込んでしまう人を思います。この人にとっては外国でも社会問題が治らないと気がついたら、心理的に傷ついてしまう可能性が高いです。そのため、自分の問題のために留学することがとても危険なことになり得ます。私は現実を直視するために留学するつもりだったので、同じような問題がまた起こる可能性が高いと理解していて、心の準備をしていました。そして日本で同じ問題が起こり始めたときに、親の考え方が間違っていると思い、自分の考え方を変えて社会にうまく適応できるように学び始めました。留学先での同級生が支えてくれたおかげで、留学がとてもいい自己検査の機会になりました。留学が終える頃には、私の性格は前とは全く変わり、礼儀正しい人になったと思います。留学したおかげで、私は社会に適応できるようになりましたが、それは魔法のような方があったわけではなくて、自分が一生懸命努力したからこそ効果が出たんだと思います。留学をしたことで最も難しかったことは、帰国した後のことでした。帰国したときに、たくさんの人が私が変わったことに喜んでくれて、私は社会適応できるようになったと思いました。でも時間が経つうちに、日本で学んだことを少しずつ忘れてしまい、礼儀正しい私はまた苛立たしい私に戻ってしまいました。その頃から悪循環が始まりました。最初は留学を終えた頃のように、人とうまく付き合える自分に戻れるように他の人に上限をお願いしました。
でも大抵の人は上限してくれなかったため、私はアメリカ人が私のことを支えてくれないと思い、そしてアメリカの社会に適応することに熱心になりませんでした。その熱心にならなかったため、社会に適応することが もっとできなくなり、もっと苛立たしくなると、助言してくれる人もだんだん強くなるという悪循環になってしまいました。でも本当の問題は、日本で表面的な仕事を学んでおらず、深くまで学んでいなかったことにありました。つまり他に人に支えられる必要があると思っていて、自分に責任があるということをまだ学ばなかったことに気がつきました。気がついたきっかけは、2年前にとても優しい女の子がそういった条件をしてくれたことです。はじめにその条件に信じませんでしたが、しばらくして、私の社会適応の問題は他人の責任ではなく、自分の責任だと思えるようになりました。これまでの悪循環を断つために、支えなしで自分が社会に適応できるようにならなければならないことが分かりました。日本に行けなかったら、こういったことのすべては若いうちに学ばなかったと思います。日本で知り合った人々とウィスコンシン大学の先生のおかげで、この大切なことを学ぶことができ、そして伝えられるようになりました。今私は日本に対する感謝の気持ちを持ち、そして将来日本で働くことで少しでも恩返しできたらと思っています。留学したことが今までの自分の人生で一番印象的な経験でした。皆さんもぜひ留学してみてください。でも自分の問題のために留学するには心の準備が必要だと思います。自分の問題から逃げるわけではなくて、現実を直視するために留学してください。自分の問題を他国で解決できるかもしれませんが、自国でも他国でも大変な努力をする必要があります。しかし自分と向き合えば、自分だけが自分の問題を直せるということに気がつくでしょう。